なんでそうなるかって言うと、まあね、まあこっちはもともと歌書き東には歌書き、京都から東は歌書き文明があって、もともとその祭りの時は絶対ナンパ決まってた。まあ大阪もその文化圏ですよ。じゃあナンパ手慣れていくわね、神社の祭りの方ね。で、仏教の方で捨てるのかな、知らんけど、あ、今んとこピンってだからピンってきてからあれじゃないよ、松井一郎によく似たランプじゃないからね。それはいいとして、じゃあ、ハムエッグ食べてなってくるやろ、五平餅があるから宣伝しちゃったありがとう思うでしょ。そんな雑談じゃなくて、これがあるからかな。だとね、東京、多分ナンパダサいのは東京に、そのこれ東京にそのサイトスイング、ね、見物東京に来たからには、有名な町がそのどこが有名なのかな知りませんので、そこでナンパしてみようかなって、地方から着いたばっかりのやつがナンパするんじゃ、だからダメなんでしょ。で、あと向こう業界都市でしょ、業界ナンパダサいと思うね、うちね、タレントも地方からね、エリスグルのハンサム、ビナ美女後の方にな、地方出身者やろタレントなんて、東京出身のタレントってあんない時はいつぐらいやろ知らんけど、今流行りのタピオカ女タピオカ嬢タピオカ嬢ね、風雲タピオカ嬢ぐらいでしょ、最近知ってる範囲は、ね、あと誰、ヒロミさんでしょ、あとは誰、爆笑問題とこ出身のアイドルコッポだよね、あの辺のな。で、そらへとして、で、落語からで江戸っぽくないやろ、なんか地方から弟子入りしてそのままなんちゃう。で、とにかく業界ナンパ最低と思わへん僕業界なんだけどさーって、業界読んでくんない的な、墓やろこんなナンパで大阪でボンコってそんなナンパかましたらっていうこと言っとったよ、ずっとスタン